もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。コメンテーターとしてサンデージャポンやスッキリなどの情報番組で活躍していたテリー伊藤さん、最近テレビで見かけなくなったような気がします。テリー伊藤さんは現在何をしているのでしょうか。またテリー伊藤さんがバブル時代の制作現場、激変するメディアとテレビの現在を語り話題となっています。今回はこれらについてとテリー伊藤さんの現在について調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。テリー伊藤という芸名は本名であるテルオをもじったようです。テリー伊藤さんは大学卒業後アルバイトを経てテレビ番組の制作会社に入社しました。その後すぐに才能を開花させテレビマンとして腕を振るっていきました。テレビ制作会社籍を残しつつ1985年には独立して会社を設立、自身で立ち上げた番組を大成功に収めます。1990年代以降プロデューサーだけでなくコメンテーターとして多くの番組に出演しています。そんなテリー伊藤さんは学生時代学生運動に参加されていました。デモ行進中に学生が投げた石が顔面に直撃するという不運な事故によってテリー伊藤さんは斜視になってしまいます。周囲からはそのままで良い、トレードマークなどと励まされていたようですが、2007年に斜視の矯正手術を行いました。手術は無事成功し現在に至っています。しかし最近になって斜視が再発したのではないかとの声も上がっています。外斜視というのは術後多少元に戻ってしまうことがあるようです。術後の戻りはかなりの頻度で起こりやすく、さらに斜視であった期間が長ければ長いほど戻りも起こりやすいようです。39年間という長い間斜視の治療をしてこなかったため多少戻るのは仕方のないことかもしれません。繰り返し手術することで戻りもなくなるということで、もし本人が気になればもう一度手術に臨んでもいいですね。テリー伊藤さんは一時期コメンテーターとしてテレビで見ない日はありませんでした。サンデージャポンやスッキリなど多くの情報番組で活躍していました。しかし最近見る機会が減っています。確かに以前よりもメディアの露出は減りました。そこには次のような理由があります。テリー伊藤さんの持ち味というと何と言っても発言の過激さです。そのズバズバというキレのある発言が好きという方も多かったと思います。しかし一方その過激すぎるコメントでかなりの批判を受けてしまいました。ウクライナ事情、ジャニーズ、生活保護など発言の炎上は挙げればキリがありません。とても繊細な話題だけにしっかりとした発言が求められるのがコメンテーターです。自分の個性を生かそうとするのは素晴らしいですが、視聴者が不快に感じてしまえば離れてしまいます。もしかしたらテリー伊藤さんの発言が今の世の中に受け入れられなくなってしまったのかもしれません。現在テレビ出演は減っていますが別のところで活躍されています。テリー伊藤さんといえば大の車好きで有名です。車のことを取り上げた YouTube チャンネルを立ち上げて活動されています。コンプライアンスなどをあまり気にせず自由気ままにできる YouTube の方がテリー伊藤さんには合っているのかもしれません。彼を見たいという視聴者だけが見て、見たくない人は見ないという状態の方が炎上などの心配もありません。また最近のテレビというメディアに対してのインタビューを受けていました。そのインタビューの中で最近のテレビは自分が活躍していた時のテレビとは違うと話していました。テレビのメディアから徐々にフェードアウトしたのは自分自身で決断したのかもしれません。天才たけしの元気が出るテレビ、ネルトン紅鯨団、浅草橋ヤング洋品店、今も語り継がれる人気バラエティ番組を数多く手掛けた演出家のテリー伊藤さん、型にはまらない斬新奇抜な企画を次々と生み出し、天才ディレクターと言われたテレビマンの目に激変するメディアの状況はどう映っているのでしょうか。テリー伊藤さんは今の時代でもテレビで何か面白いことができると思うんです。もしかすると面白いことでは数字が取れないのかも分かりませんが、
お笑いの人たちがコメンテーターとして政治のことを語っているのを見ると、もっと面白いことやっていればいいのにと微妙に違和感を覚えることもあります。テレビというのはいつも時代と添い寝しているようなものだと思っています。テレビ局はマーケティングをしていますから、視聴者のニーズには応えているはずです。多分ディレクターとしての技術力も今の人たちの方が俺たちよりもずっと上でしょう。編集技術も圧倒的にうまいです。ただコンプライアンスの意識の違いもそうですが、もう昔とは時代が違う。昔のような企画を今の番組でやってもそこまでやるの？とネットで批判されるかもわかんないですね、と語っていました。そしてテリー伊藤さんがバブル期の番組制作現場を語り話題となっています。なんといってもあの時代は金があったからね。当時はテレビ業界も華やかで、海外ロケでニューヨークからロンドンに移動する際、スタッフ全員で片道約100万円する超音速飛行機のコンコルドに乗っていたそうです。制作現場のネタ出しは戦場で、もっと面白いことを、もっともっと面白いことをと熱量が全然違いました。コンプライアンスの概念が全くなく、今では考えられないような企画がまかり通っていたそうです。ホームレスの方を登場させて人権団体から怒られたり、タコ八郎に東大生の血を輸血させたり、医師の団体からクレーム入りましたよ。メスライオンを麻酔薬で寝かせて虎柄にしたこともあった。よくサファリパークがやらせてくれたよね。あと熱川バナナワニ園ではワニにワニ側のベルトを締めさせたっけ。テリー伊藤さんはバブル期の制作現場を全て是とするつもりは全くなく、もちろんやりすぎも多々あったと思うと語っています。テレビは時代と添い寝するメディアだからね。令和には令和に寄り添った番組の作り方があるんです。例えば優秀な芸人さんは今たくさん出てきているでしょう。バブル時代のタレントさんは将棋の駒だった気がしますけど、今は各々が王になっている。演出家には彼らの良さを引き出すプロデュース力が問われている時代だと思いますね。昔は早朝バズーカが面白かったねと企画やネタが受けたけど、最近はあのタレント面白いよねになってますから、名伯楽っていうのかな、そういうテレビマンがこれから活躍していくんだと思います。現在はネット配信などが普及し、テレビは選択肢の一つでしかありません。でもだからこそ制作側は慎重になりすぎないでほしいんだよね。それじゃメディアの主役にはなれない。コンプライアンスギリギリのところをうまく乗り越えて、バブル時代を超えるような面白い番組を作ってほしいですね、と語ったテリー伊藤さん。最近はメディアで見かけることが減りましたが、ズバズバというキレのある発言をするテリー伊藤さんをもう一度見ることができると嬉しいですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。